お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、情報修正が来て、環境が変わったということで、僕がですねおすすめするデッキを紹介したいなと思います。でこちらです。で、最近見なかった、ボーラー入りの、あと情報修正で強くなってウィザードが入った、スケラですね。ということで、とりあえず行きますね。で、修正で、バルキリーとウィザードが強くなって、そこがちらほら増えたのありますね。あと何か変わった。結構変わったんですよね、今回。メガナイトですね。メガナイトが強くなって、メガナイトもちょっと増えたかなという感じで、結構、ゴレだったり、ジャイだったりっていう、結局 PP が何も修正されてないんで、そこがまだ多いって感じたのと、ここは嫌っすね。ここのウィザードを処理されるのは嫌だ。で、ここはトルネードで吸ってあげたかったんですけど、フォグがやられちゃったんで、トルネは取っておいてという感じで。で、このボーラーは最近見なかったんですけど、このボーラーとウィザードの2枚トルネがすごい強いですね。で、よいしょ。ここポイズン打ってあげて、マスケ、これで処理できるのは美味しいですね。よし。で、やばい、10%やばい。10%やばいけど、充電器が遠くにある。後ろから形作っていけば、ホグには相性がすごいですね。で、ここですね。ここはもうトレーで美味しくいただいてあげて、よいしょ。よし。で、これにもう、そのまま、メガゴかなんかつけて、スケーラー打ってあげれば、早すぎたかもしれん。いやけど、で、ここのマスケにしっかりポイズン打ってあげて、言うてダメージ入んないんですけど、入んないんですけど、言うて入ってるんで。よしよし。で、ここは、トルネードを使いますか。よいしょ。これ、ホークからしたら、ハッてなりますよね。マジで。ホグ殺しみたいなとこありますよね。でも、言うて、毎回ホグに勝てるよっていうわけでもないんですよね、これ。結構、今でもギリギリな戦いしてるんで、負けるときは負けるんで、で、ここで無理にスケラ打たずに、相手もスケラ警戒すごいしてるんで、無理に打たずにですね。よいしょ。で、ウィザードに5打たれますけど、処理されますけど、オッケー、ここはもう相手ファイアボール使ったので、攻めてあげて、よいしょ。で、このマスケ処理のポイズンですね。マスケが強い、本当に。で、このスケラが入る。オーケー。で、マスケはポイズンで処理できて、もうこれはあともう500なんで、あとこれを1回か2回繰り返せば、勝ちもしましたね。はい。ということで、これ美味しいっすね。これはもう、ボーラーとウィザードの餌ですね。よいしょ。ここはアイスゴールでターゲット取って、ボーラーをしっかり生き残らせてあげて、これ相手は多分ポイズン警戒の位置のマスケットですけど、これはもう GG ですね。あれ、ボーラー歩いて、ボーラーが歩かない。ここはもうポイズン打ってあげて、よいしょ。スケラーが入って GG。 よし。はい、ということで、まずは一戦勝ちましたね。メガナイトとか来ても、メガナイトは範囲攻撃なんで、このデッキからしたらそんな怖くはないですね。マルチ、間違えた。マルチでもいいんですけど、で、あとはジャイにも、トルネウィザードだったり、縦線もいるんで、ここは縦線で防衛してもいいんですけど、トルネがあったんで、ここは美味しく、キングキド。よし、危ない。はい、で、そうですね、ここはもう後ろボーラーでいい気がしますね。左側削られちゃってるんで、ユーノとアーチャーなんだろう。で、
ゴレとかに対しては結局ゴレ置かれた瞬間にしっかりアイゴレスキラーで逆サイドを攻めてあげれば結構ダメージ入るので、で、あーやられた。ここはまあしょうがないですね。で、その後はボーラードウィザードでトルネードでしっかり吸ってあげれば、しっかり吸ってあげれば、まあ、ゴレも怖くはないですね。で、なんだろうな、何が多いかな、今、枯渇も多いんですよね。枯渇に対して強いんですよね、これが。アウトロー枯渇がめちゃくちゃ強くてですね、あの、迫撃も結構多くて、その辺の小物系に対してやっぱ強いですね。ボーラーが出しておけばなんとかできますし、ウィザードも強いですし、ここはもう、あー待って、ウィザードもう一マス左だと、このまま受け入れて、そのままカウンターにつなげれましたね。今の僕の、まあ悪いプレイですね。で、ここでスケラ打ってもいいんですけど、ボーラーが入らない？入らないです。もうちょっと待ちます。スケラのタイミングですね。いつ打つか。なんか攻めすぎると防衛できなくて一気に持ってかれるんで、もうなんか相手のただの防衛してユニットによってやられちゃうんで、しっかりスケラ打つタイミングを見極めるのも見極めるのも重要ですね。ここはですね、ここでも攻めたい感ありますね。アイスゴレ、あいしょ、危ない、ギリギリで、ここはちょっと、まあ、ロケット来ますよね。なんで、逆サイ行って、アーチャー来たらポイズン。あー、小物か。なかなかスケラーがもっと攻めていい感じありますね。よいしょ、ここは縦線で受けてあげて、でダメージ入ってるので、後ろから一時展開するから、ロケットで処理されちゃってるんで、今。と言いつつ、まあ、はい。で、ここはアーチャー美味しくいただき、で、ここはもうスケラ打ってあげて、ここにもポイズン打ってあげると、アーチャーか、ギャングか、美味しい。美味しい。ん？なんかあんまダメージ入らないですね。で、ここのアーチャーは多分ウィザードで届くんで、やられた。それやった。これは、これが強い。多分。まあ、ウィザードはちょっとだけ役しましたね。ちょっとだけ。よいしょ。で、ここはもうボーラーでもよかったし、これは相手がもう調子乗ってますね。調子乗ってる。調子乗ったら、もう、はい、カウンターで。これはもう勝ちましたね。ボーラーがアーチャー処理 して。だからこういうギャングとか来たら美味しいようなトルネードなんですけど、まあ、ギャング来なかったですけど、はい。させれましたね。よし。でもこのあと700なんで、変なミスをしなければ勝てるかなと思います。で、これアイグレスキラーしてギャング来るんで、ああこのアーチャーとかとりあえず処理してからでもいいですね。よいしょ。で、このユイノはもう無視でいいです。こういうのを守ってたら、あ、ここはでも守んないとやばいですね。無視しすぎると持ってかれるんで、よしよしよし。今の言うのは残り弾後ろ2000ぐらいあってキング起動もしてたんで、まあ、無視して攻めてもちゃっちゃ落とすっていうのが正解ですね。ということで次いきます。で、入りのゴレとか来てくれると美味しいんですけどね。よし、ということでいきます。で、これ多分ゴレ止めるんでしょみたいな感じで思われるかもしれないんですけど、相手は逆にスケラーの防衛がしんどいので、スケラが刺さりますし、別にゴレもトルネウィザードで防衛できるので、よいしょ。いやー、これがしんどい。ギャングが嫌だ。これが嫌っすね。それほど刺さらないですし、めっちゃアド取られましたし、相手は30シックサイですね。よし、嫌だ。いやー、やばい、嫌だ。お、え、あ、そうだそうだ、このボーラーの小ジョババが顔をされたんですよ。小ジョババが顔をされて、ウッドでノックバックするようになって、今のボーラーのコロン、コロン、コロンでノックバックされて、小ジョババをノーダメで守れますね。いや、ボーラー強くね？マジ今。今のでめっちゃ好きになった。もともと好きなんですけど、ボーラー。あ、いいじゃん。これもう一発。
ここは許容ですね。でここでエリポン置かれると思うので、アイゴルスケラのポイズンで多分これギャング来るんで、来てからでいいですよ。オッケー、来た。ポイズンってあげればあいつぐらいにターゲット取ってるんで、これ残ったスケルトンが結構刺さるはず。オッケー。でエリポンも壊せたんで、まあ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 しんどいですけどね。でこっからは次に30石出されたらトルネードでまとめたいですね。そしたらボールアートウィザードがあるので結構処理しやすいと思います。なんでここですね。よいしょ。あー、これは惜しい惜しい惜しい。なんかガコムラ遅くね。やば、ワンパン、ごこそワンパン。ここ30石来たらどうにか固めたい、固めたいですけど、攻めていいかあります。攻めて30石来たら逆サイに、よいしょ。でここの逆サイの30石はまあ別にポイズン使ってもいいですし、別に多分相手がそんな余裕ないんで、ボーラーと縦線とかで、でこのノックバックでコチョババが下がるのが強い。え、ボーラーさては強くね。これ30石僕結構使ってて、今のプリプリ環境だって結構嫌だったんですけど、これボーラー強いってなったらまたなんかしんどいですね。コジョババとかもノックバックされますし。よし、でもこれはスケラ打ってやんちゃー。なんか縦線が強いということで勝ちましたね。いや強いわ、本当に強い、マジで。ボーラーがありよりなりですね。でボーラーだけだとプリプリがしんどいんで、そのプリプリにつく縦線も入ってるっていうのがすごいバランス取れたデッキかなと思います。はい、ということでおすすめデッキこちらでした。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあバイバイ。